子供だってつらいよ。あ、来たのだ。来たの。おーい、来たの。来たの。あ、来たの。やっぱりこっちに来てたんだな。いやー、探したよ。よかった。え、探しに来てくれたの？当たり前だろ。お前を探すために夜家抜け出してきたんだぞ。来たのが家に帰っていないって聞いた時はどうしようかと思ったよ。まあ、あの時急に来たのさんだけいなくなったからね、心当たりはあったよね。このままここでずっと一人になっちゃうのかと思った。ありがとう。あ、エレベーターが。あ、閉じちゃった。くそ。ああ、今乗ってれば帰れたかもしれないのに。はあ、もう疲れた。よっこいしょっちゅう。え、の、軒下？ん？なんだ？ん？うわ！うわぁ、おっさんになってる。うわぁ、ガキの頃の軒下。お互いよほどショックだったようだね。次回へ続く。渡部です。大人になった軒下、今と全然変わってなかったね。何歳なんだろう。32年後だから42歳。ということで次回もお楽しみに。